とりあえずとりあえずギガブレーキ一発分の MP 手に入れるまでレベル上げしてきます。チートですねこれ、これはチートだな。これはこれチートすぎるだろう。これちょっと教えてもらったんだけど、めっちゃ幸せの種落としよるこいつ。どんぐりをね追いかけるとこうやって落としはるんだよ、レベルが上がるやつ。なんか電電流倒してたのがバカバカしいなこれ。これはだからその製品版でもさ、そのどんぐり追いかければ幸せの種落とすんだったらもう追いかけるしかないよね、もうこれは。うん、これはけどさすがに製品版ではないでしょう。うん、魔法の聖水16個。いやほんと数分やっただけでこんだけ集まるというステッキ仕様になっております。はいじゃあとりあえずこれ使ってレベル上げようか。ギガブレイク打てるまで、一回寝る。でなんかどうやらねこれキラーパンサーじゃなきゃダメみたい。うん、普通にさキラーマシン2でさ追いかけ回してたんだけど、なんだろう、ビビりすぎてもう物落とすとかそういうレベルじゃなくなっちゃうのかな。もう死を受け入れたような面をしてたよどんぐりたちは。だからちょうどいいのがね多分キラーパンサーなんだと思う、うん、ちょうどいいってない。でギガブレイク打てるまでねちょっと幸せの種あげます。1、2、いや微妙に上がらないな。59とかだったよね確か。あ57だったっけ。消費 MP が分からん。そっか、そこ改善しなきゃいけないと思います。そこをぜひともね製品版ではちゃんと見れるようにしてください。お願いします。もうちょっと振っとくか。まあ60までなんとかしよう。じゃあああ59、うん、こんだけあればいいわ、これでいい。よし、じゃあちょっとメンバーを揃えて鬼コンボの前まで、鬼コンボ手前から始めます。はい、鬼コンボ前、メンバーをねちょっと変えました。ゴーレムは引退、ゴーレムはもう控えというかもう逃がしたというか、うん、ベンチというか殺したというか。ゴーレム外してヘルコンドルを連れてきました。前回最後の方にね配合したやつ、もう完全に回復薬、これは全体回復に振っています。ベホマラーまで打てるようにしております。はい、でスクルトもあるしね。であとはまあアークデモはまんまで、さまよう鎧はもう完全アタッカー、ギガブレイクをいつ放つか、それが重要になってくると思います。はい、あとは一緒だね。うん、まあこれが一陣、そしてこっちが第二陣ということで、よし行きますか。ちょ、できればギガブレイクフィニッシュを狙っていきたい。はい、
多分ね、エテの予想だと2000ぐらいかな、ヒットポイント。うん、2000ぐらい、2000、1500から2000。うん、ギガブレイクは56使うから正直もう何も打てない。だからテンション上げる、テンション上げまくってギガブレイクを放つと、100テンションで放っちゃおうぜっていうやつ。あ、弱点だったんだこれ。弱点ついていこう。でスクルト、よし、本当にちゃんとやらなきゃ勝てんよこいつは。テンション100まで持っていくよ。テンプルブロー、賢さを下げられる、問題ない。で、テンション爆破、スクルトをもう一回スクルトで、道具薬草をヘルコンドル。魔人斬りが怖いからね、こまめに回復していこう。魔人斬りだって当たったらもう100持ってかれるからな。アークデーモンちょっと回復、うわナス。ちょ、なん無心の構えでやめて。何それ、なんなんそれ、どういう状況、どういう状況、無心の構えって。防御アップ、ホイミをさまよう鎧で、道具特約層アクレン、はい、防御、防御アップか。いや違う、今ただ単にただ防御しただけっていうことかな。無心の構えってなんだ、効力が分かんない。効力がで、ホイミ自分いける、よし。せっかくテンション100貯めてもなんか無心の構えでなんか防がれるの嫌だから、無心の構え解けるの待ちしようか。一回魔人斬り116、やばい。ただテンション溜まったんよな、打ちたいな。ちょっとまだちょっと我慢、まだ我慢。ホイミ、道具薬草、あ、もう切れてるかな、このダメージは。まあダメージ通ってるところを見ると無心の構えはそんなに関係ないっぽいっちゃないな。撃ってみよう、やばくなってきたしね、そろそろ撃つ。放て、力の解放、力の解放。一回ベホマラ撃つ、あーだって MP60、 いや撃つ、ここは撃つ、やばい。で魔法の聖水とかこまめに使っときゃいい。さあさまよえる剣士よ、その剣を天に掲げたまえ。ベホマラ いくつ、はあ、気持ちがいい。カンストしたね、多分999。風呂。よら。よら。倒しちゃった。よし、報告行こう。倒してきたぜ。キング。
倒してきたよ。約束通り、はい、3個。さあ、特別クエストよろしくお願いします。モンスターマスターよ、ソチはついに全てのクエストを達成したのである。ソチの働き実に見事であった。よからはもはや何も言うことはない。残りは時間の許す限りソチの自由に冒険を楽しむがよい。ソチと製品版で再び出会えることを余は心待ちにしておるぞ。この特別体験版をここまで遊んでいただきありがとうございます。そんな素敵なあなたのために特別な情報をご用意しました。ちょっとだけ製品版の画像をお見せします。それではよく見てください。どうぞ。なに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 これ。早い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 、はい、え、音なし。音をちょっとぐらい音入れてさ、ほぼわかんなかった。なんか暴食がちらっと見えただけ、他ほぼわかんない。それでは製品までまたお会いしましょう。おっと忘れておりました、もう一つプレゼントがあります。あ、福引券またもらった。製品までまたお会いしましょう。あざーす。措置のため特別に10日の間で毎日福引券を1枚授けようぞ。明日になったら世のところまでもらいに来るがよい。今日の分は、今日の分、まあこれでとりあえず体験版のできるところは以上っていうことだね。うん、あとは製品版まで待ちたまえと。うん、製品版までこの体験版で楽しむもよしね、製品版まで我慢して待つもよしってことだね。うん、まじゃあ最後にね、福引券全部回しちゃおうか。それでとりあえず体験版終了っていうことで、次はね、もうねあと数日経ったらね発売なんでね、本編楽しみにしていてください。もうゴリゴリ攻略していきますので、何卒よろしくお願いします。じゃあ福引きやっちゃおう。40回、何枚溜まってる、22回回せるね。もうバーッといっちゃうねこれ。バーッと特徴が出たらちょっとウォーとか言うから特徴、特徴やべっぞっていうとこ入れるんで、バーッと倍速なりでねやっちゃおうと思います。ちょっとちょっと、何手に入ったか、もうこれもう何手に入ったかぐらいさ、ずっと出すようにしてよ。A ボタンさ押しちゃうから。多分3等だったと思う。これかブルーアイ、はい、ブルーアイズでした。石ころ99個捨てろ捨てろ、そんな重いだけ、重いだけ。それは石ころなんていつでも拾える。これはまあいい、これは嬉しい。燻製器、うん、これもまあよしよしよしよ、使える、うん、これってだから製品版でもらえるってことだよね。そういうことでいいんだよね。パープルアイ、どんどんいくよ。ミトアモスイ、うん、いやー実にガチャ運がないね。実にいつもね、なんかこういう動画回したりしてガチャとかやるとね、絶対いいの当たんないんだな。うん、さあ、順当にね、2等3等ね、コンプしそうですね。うん、4、5分の2、上ね、見えなかったね、もう見えないのやめてだから。4、5分の2、うん、約束10個、45個。おっ、1等世界中の雫10個。これはまあいいんじゃない、いいよね、全然いいよねこれ。長え、なんかコードがなんか長え。
特賞25も入ってるのに1本も出やしね。あと12回しかないよ。守りのネーター、森間のネーターでしたわ。森間のネーター。どうしよう。スキル、ほい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 。一気に回すボタン用意してくれ。10連10連用意してくれ。10連ビッグサボテン AEHESQV2LC。 10連ガチャ用意してくれ。10連ガチャ。11連10枚で11回引けるやつ。小さなメダルはまあいいね。欲しいねこれは。黄色の宝石、なんか高く売れそう。3000ゴールドぐらいで売れそう。マジでマジでマジで特賞1本ぐらい頼むわ。もうトクトクトク。聖者の灰、錬金素材。錬金素材、錬金とかあんのこれ。錬金玉あんの。グリーンオーブ、5000ゴールド、5000ゴールド。マジで赤い宝石1個、3000ゴールド。ちょっと3回ですけど、もう3等コンプしてるしやん。もうすでにそりゃもう1等出るわ。そりゃもうここからは1等の流れだわ。じゃあ特賞なんか出やしねえ。ラストパープルオープン、もう1回いける、もう1回いける、もう1回いける、あ、もう1回いける。ラスト、これがラスト。ケンチャンスです。はぁ、残念ながら特賞は出ませんでした、はい。まあけどね、まだなんか、うるせえ、特賞出せこの野郎。まだね、10日、なんかびっくりマーク出てない？製品版情報、なにこれ。あ、さっきの写真。あー、もう一回見れるわけねここで。もういいし、もういいし、暴食がちょっと見えるだけやからいいし。暴食がチラッとなんか、あ、もうさ、ほら、いたでしょ今。はい、そのまだね、毎日何、ログインボーナス、ログインボーナスとして福引券もらえるみたいなんで、まあそれもらって、回そうと思います。はい、では次はね、製品版でお会いしましょう。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3体験版でした。ご視聴ありがとうございました。